イイククタルルカ恐竜わしゃいわーどうもです今回はポケカ編、えー。100日後にポケモンカードマスターになるはるか。500円の V スタートデッキや VMAX のスターターデッキ。あれも結構毎日のようにやってやっとねルールとかも覚えてきたのでそろそろ次の段階初パック買いをして 自分なりのデッキを作れたらいいなぁと思います。というわけで、早速ね、買ってきました。初、マジ初。もうパックどころじゃない。ボックスで買ってきました。ポケモンカードゲームサンムーン。オルタージェネシス。タックチン GX。くー。かわいいやー、ついに、オラもね、 こういうのを買う日がやってくるとは思ってもみませんでしたね。というわけで開封していきたいと思うんですけれども狙うはアルセウスディアルガファルキアっていうカードがね結構強いカードがあってそれがすごく気になってたんで,でそれはねこのボックスに入ってるらしくてだからそれをね引きたいんですよねああ頼むっていう感じです。 というわけで早速ね、ね開封の儀式をしていきたいと思いますまたなわみんなオラに応援オラに力をこのチャンネルは普段は恐竜や古生物を紹介していくチャンネルなので少しでもね恐竜やポケモン好きな方はチャンネル登録、高評価コメントをして恐竜リアはしゃいかつをやりましたわでは開封の儀式いきますなんかさ 俺の妹とかもそうだけどさもう周りの人間がどんどん買っちまっててさへえあこんな感じなんだへえ頼むマジアルセウスディアルガパルキアマジでこれほんと頼むっていう感じえこれどうやって開けんのじゃあ開けていきまーす トゥ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 ゥゥゥゥゥこんな感じでいいのかな回復んうんうん。1パックに5枚入ってるようですねじゃあどんどん開けていきましょうなんか開け方で性格がって言うよね俺はやっぱ安心安全のこうやって 開けるのがいいかなーとなんか変に破ってカードがビリっていかないようにしたい。ああま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 あ。なんかすごいドキドキしてきた。ほらもうこうやって引っかかるからさ、ここでさ、変にカードが破れちまわないか、ほらはドキドキの不安でワーワーだよ。ああなんか光ってんの出た。お、どーりーどーりー。GX だ。え、ね、え、理解した。 そう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 。なんかね、竜系オほらね、気になってたんだよね。こういうのをね、集めてね、竜っぽいデッキをね、作りたいと思っていたんだよね。ふんふんふん。あ、謎の化石。化石だ化石何の化石が出るのかって気になる。こうやってね、見ていくうちに、どんな可愛いポケモンがいてくれるのか。 ボールっぽいね、ポケモンがいたらすごいチェックしたいところあなんか光ってるの見えたあでもこれかわいいねあおおお何かいいじゃんえジェラランガ2進化かあでもこれあこれの進化系かはあ、ははあ、理解したキ。ちなみにこのパックはあああウルガモス ハイパーリアえ、これハイパーリア嘘え、嘘やったえハイパーリアじゃんマジマジえ、やった特性劣化弾。自分の番に一回使える。自分手札にある炎エネルギーを一枚トラッシュする。そのう相手のポケモン一匹にダメ感をにこなせる。ほうほうほー炎系か。えー、でもこういう人出ちゃったから、オラが狙ってるやつは、どうなんだひえ、ドキドキするぜ。 あーははははまあ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 初めて見たていうかもうほとんど初めて見るカードばっかだよなあなんか光ってるのにあるあプレシャスボール自分の山札にあるポケモン GX を一枚相手に見せてからあーあいいじゃんグッズかグッズだったらいいよねと謎の化石こっからね恐竜の化石とか進化じゃないけど出てきたらいいよね 全95種プラスハテナハテナハテナ。トゥントントンコビットワンナ。次次。ニック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 。ックックックデデン。あ、なんか光ってのある。光。フライゴン。なんだこの子は格闘か。サジンの守り。もうこんなに買っちゃうなんて箱買い。もうだいたい5000円ぐらいしました。ドキドキですよ。 で、実はね、これの他にもね、ボックスをポケモンセンターで頼んでいて、それがね、2月の下旬と、あとまたツーボックス、ツーボックス、ツーボックス、頼んでいて、だから1万 1000×2 が、またね、2月と3月に届くんですね。もう完全にはまってしまった。もうオラをね、今月の副題よりも使っている気がする。 頼むー。たむー。あ、あ、なんか2個贅沢開けしてしまったよ。なんていう、このドキドキ感が、そうさせている。ああ、あ、この子かわいいね、見た目。あ、この子やっぱり龍系はかわいいよね。あ、これもこういう絵がかわいい。さあさあ、次々。あ、なんか光ってんのある、光ってんのある。えれ、来てる。ルーガールガン。格闘系が結構、 出るな。うーん。なんかもっと竜っぽいの欲しいな。もう GX ネス出ちゃったから出ないかな。え、ちょっと待って。頼むあ、なんか光ってんの光ってんの。これはこれはレアか。ブラックキューレム。キューレム、キューレム。頼む。あ、こんなんだね。この人さっき出たな。レッドアンドグリーン。 俺、ね、グリーン結構好きかも。見た目が。ちょっとなんかやんちゃっぽい感じが。思ったより、あ、なんか光ってんのある。マッシュブーンこれもレアか。あ、この人美しい。鋼系か。美しいな、この人。人じゃない、ポケモン。ポケットに入るモンスターだっけ。ででーん。 あーもうこの人さっきから出るねもう見た目は可愛いから嬉しいんだけどドキがドキドキが止まらないどんどんしまっちゃうよこれ全部で何枚だってか何ック入ってんだうんまあ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 、まあ,あいいじゃんこれタックコール自分の山札にあるタックチームのカードこれ強いんだよね2枚まで相手に見せてから手札に加えるそして山札を受けるあーこれいいなと思ってたから 入っててラッキー。あ、そうそうそう。こういう感じになってんだよね。ハイパーレア。あ、やっぱハイパーレアだったの、さっきの。で、やっぱレア。レアはちょいちょい入っている。ででおーウールガモース光ってる、キラキラしてる。劣化弾特性自分の番に一回使える。自分の手札にある炎エネルギーを一枚トラッシュ。ああ、炎か。その、 こう相手のポケモン1匹にダメ感を2個乗せる。ほう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 。へえへえ。ででん。あ、なんか光ってるのある。おおあ、これもレアか。ウルトラネクロズマ。なんかポケモンってさ、すべてのポケモンが全部名前言いやすいと思ってたけど、この人ちょっと言いにくい。ウルトラネクロズマ。ちょっと言いにくいけど、流形だ。 ウルトラビースあってウルトラバースト特性おおだんだん残りの枚数が少なくなってきておるあこれかわいい絵がかわいいねうんうんまあ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 おうねりふ、えー、スタジアムかスタジアムのカードって一回も使ったことないなんでもうねもうみんなね 強くなっちゃってね冷えって。感じだだだよねねででどうイイイイーーブブってて人気だ、ね、ソルガレあああと5パック買えてなないいのか頼頼頼むむむマジやお,ー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 おー すごいアーゴヨン、アクジーキング、これもまた名前が言いにくい。へえ、これも RR だから、あまあダブルレアか。特性防食自分の番に1回使える相手の手札にあるポケモン1匹トラッシュする。えあいいじゃん。その後このポケモンの HP を60回復。いいじゃん。えドラゴン系？あなんかこの人を使いこなしたい。 いや、やばいあと3パックやばいででででー。あーまあ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 。あと2パックだってさ、なんか、初心者グッドラッキーみたいなさ、なんて言うんだっけなんかそういうのなかったっけギャンブルとかでさ、初心者ビギナーズラックだ。そういうのなかったあったよね。あ、この子かわいいね。 こういうの、そういうのをね、オラは待っているんだ。えー、嘘、待って、待って、残り一泊なんだけど、やばい。やばい、えー、嘘、やばい。えー、どうしよう、どうしよう、どうしよう。えー、嘘を頼むー。あーでであドデああ入ってなかったああ、あーあ、嘘。悲しい。すごい。 アンド DR がアンドファルキア GX が入ってなかった入ってなかった入ってなかったーえこの子は嬉しいけどさあうそええー、悔しいそんなわけでこんな感じになりましたとりあえずダブルレア以上の子たちはこちらに並べておりますでこの人見て 化化石からら進化できるらしいんだけどこれアノマロカルスにちょっと角度とかなんか似てないしかも名前がアノプス化石から復元したアノプスを海に放っても元気がない当時と水質が違うからだすげえちゃんと本当の話みたいな感じで書いてあるこれは。 これはーって感じだね絶対だってアノマルカースからファイってやったよね化石からのポケモンがいるのがやっぱ面白いなぁと思いましたあそんな感じで狙ってたのは来なかったけどまたねチャレンジしたいと思いますではバイバーイボックス持ってほしいよー